大箱の腹の方を下からずっと辿っていくと、この辺はもう花が終わって若い実になってるところ。そして、この辺は雄花が咲いてますね。そして、この辺は雌花が今咲いてるところ。花は下から咲き上がっていくんですね。